はい、どうも。全力で今日 YouTuber、ビーバルです。昨日も言いましたけど、この、まあ、日ハム、まあもう正直日ハムがもう最下位のチームとかも思ってないでしょ。もうなんだこの強いチームとか思ったけど、いや、まあそれでも、三立てというのは決して許されない。首位のチームが優勝争いしてる中で、三立てというのは決して許されない。あってはならないことと言ってきました。しかし今日の序盤、もうね、もう絶望。またモチベーションがなくなりながらのライブ配信になりました、本日も。まず初回に、ね、先頭打者、浅間選手にホームラン打たれて、で、まあその後、下位打線でね、出塁して、まあ逆転するんですけども、その後また、斎藤光輝選手が、これ、ロドリゲス選手に、まさかの一発を浴びて、で、その後、変わった漆原選手が、近藤選手にタイムリーを浴びて、これで結局また点差を離されると。そして8回には、これまた、ヒギンス選手が、まあタイムリー打たれて、これで結局6対2です。9回までで4点差。もうね、本当にメンタル終わってたよ。マジで。もう圧倒的、もう完敗かける3ですよ、このままいけば。昨日も完敗、その前の日も小笠原選手にやれて完敗。今日も負ければ完敗ですよ、こんな。もう完膚なまでの3立てですよ、このまま負ければ。こんなことをね、ソフトバンク戦前にやれば、いくら選手圧倒したソフトバンクといえども、これ、敵地、ヤフオクドーム、ヤフオクじゃない、ペーペードーム。もうちょっとまずいんじゃないかと。山本由伸選手にプレッシャーかかってくるんじゃないかと。そしてその次はロッテ戦だと。ちょっともうかなり優勝に向けてアウンが立ち込めた中で、これ9回、またやるんですよ。眠りかけていた、我らが最強上位打線が、ワンアウトから福田選手がフォアボールを選び、そして宗選手がヒットで繋ぎ、そして吉田正尚選手のタイムリーで、2点差です。2点タイムリー、2点差です。その時のライブ配信の様子をどうぞこちらでご覧ください。ガムテープの準備ができとる、こっちは。ガムテープの準備できてます。よーし！よーし！よ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 し！マッチョ！マッチョねえ！ああ、やっちょめえ！やっちょめえ！アラビアマッチョ！マッチョねえ！ああ、やっちょめえ！やっちょ！抑えの9回の魔物に捕まりかけてる、ロドリゲス選手。もうね、9回の、もうそのね、8回、7回、どれだけいいピッチングをしたとしても、この9回の魔物がいるのはオリックスファンが重々承知なんですよ。そこを見逃さなかった。さあ、ここで、一発同点の場面で、杉本雄太郎選手。ここでなんとオーマイグッデスオーマイグッデスそう杉本よっしゃどうでもチームの引き上げ方や。まあ、その後もね、ジョンジーがね、代打ジョンジーがヒットを放つんですけども、まあ、その後は無得点。9回もしっかりと、しかしバルガス選手が抑えてくれました。バルガス選手めちゃくちゃいいです。まあ、初登板の時はね、かなりコントロールも荒れ狂ってたんですけども、今日なんかもうストライク先行のピッチング、正直、ストライク先行であのボールを投げてれば、まあ、簡単に打たれないでしょうね。バルガス選手、最高っす。いや、なんとか3立ては免れました。もう3立て、もうなんか勝ちに等しい引き分けです、今日は。もういいでしょう。ロッテともゲーム差縮まらなかったし、1.5 のままで。まあ、ソフトバンクはちょっと勝ってるのもあれなんだけど、まあ、勢いつかなければいいですけどね。まあ、明日はね、我らが山本由伸選手、そして明後日は宮城選手。ここですから！さあ来ました！オアシス表ローテ！ああ、もう裏ローテが不安なだけに、表ローテは本当に安心できるというか、まあ、ソフトバンク敵地ですけども、もう関係なし。明日もマルティネス選手の時も関係なし。このもう目覚めた上位打線がね、いますから、マスタカ選手今日弱んだ。もう完全に今日で上位打線が目覚めました。また明日からソフトバンクマジ。フルで